私たちの健康と美容を支える日常の習慣には多くの要素がありますが、その中で見落とされがちな足の爪もまた重要な役割を果たしています。足趾の爪が健康であることは単に見た目の問題ではなく、日常生活の質にも大きな影響を与えるのです。まず足の爪を正しく切ることが必要です。爪が角に長いと靴の中で当たり、痛みやトラブルの原因となります。逆に短すぎると爪が皮膚に食い込む巻き爪になるリスクがあります。正しい爪の長さと形を保つことがトラブル予防の第一歩です。次に爪の清潔を保つことも忘れてはなりません。外出先から帰宅した後は足をよく洗い、爪の間もしっかりと洗浄することで雑菌の繁殖を防ぐことができます。これにより爪や足指の健康を保つことができます。また定期的な保湿も大切です。足の爪は乾燥しやすく割れやすいものです。クリームやオイルを使って爪とその周囲を保湿することで健康な状態を維持できます。さらに食生活も影響を与えます。ビタミンやミネラルをバランスよく摂取することで爪の健康を内側からサポートすることができます。特にビタミン B や亜鉛が豊富な食材を積極的に取り入れましょう。日常の些細なケアが長期的な健康と美容につながるのです。足の爪も大事にすることでより快適な生活を送りましょう。